髪の毛長くなってきてうざくなってきましたから髪の毛切ります。もうちょっと耳にかかってここ襟にかかってしまう感じですね。まあなんかちょっとカサカサしてうざい、だから切りに行ってきます。髪の毛切り終わりました。まあほとんど揃えるような感じですね。耳元とか、まあ、かからないように切ってもらって整えてもらった感じです。まあ、だからすぐにまた伸びちゃいそうですけど、まあ、こんな感じでいこうかなと思ってますね。まあこのくらいがいいかな。昔このくらいでしたからね。まあ10年ぶりぐらいに、まあ、このくらい整えたこんな感じですね。あとヘッドスパというものを初めて体験しました。あれ気持ちいいですね。まあプラス500円、まあこれをどう考えるかは人それぞれですけど、まあいいのかなと思いました。